ちょっと、どうしていつもそうやって遊んでるんですか。家事もできないお母さんは嫌いよ。早くこの家から出て行け。そう言ってゆかさんは私を追い出そうとした。確かにこんな状況なら、そろそろ引っ越した方がいいかもしれない。わかったわ。私が承諾すると、彼女は勝ち誇ったような顔をした。私が新しい部屋でゆったりと過ごしていると、ゆかさんから電話がかかってきた。お母さん、どうして何も教えてくれなかったんですか。私はのぞみ、58歳の主婦だ。夫のアキラとは結婚して28年が経つ。私たちは息子のマサトがお腹の中にいることを知って結婚に至った。今でいう授かり婚というやつだ。だが昔はそんな肯定的な呼び方なんてなくて、私たちは親や親戚からものすごい批判を受けた。そのためしばらくの間、親や親戚とは関わることがなく過ごした。息子はすくすくと成長していき、大学まで問題なく進学。その後、大学を卒業してから一般企業に就職して、一人暮らしを始めた。あっという間に息子が社会人になったようにも感じるし、それでいていろんなことがあったようにも思う。親としての責務を果たすことを目標に今まで頑張ってきたが、心が折れてしまいそうになることもあった。というのも、夫が何かと面倒くさかったからだ。なんていうか、変なこだわりが強く、それなのに周りに無関心なのだ。おい、リモコンの位置はここにしておけよ。風呂場の洗面器はこう置いてくれよ。目玉焼きは半熟でソースって決まってるんだから、ちゃんと作ってくれ。夫はそうやって、細かい注文をたくさんしてきた。それなのに、私のことは全然注目してくれないのだ。ねえ、今日私、何か変わったと思わない？え？何が？何がって、気づかない。めんどくさいな。さっさと言えよ。もういいわ。は？なんだよ。夫は私が髪型を変えたのに、全然気づかないのだ。しかもその時、私は黒髪から茶髪に染めて、さらに髪の長さも短くしてパーマまでかけていた。はっきり言って別人のような変わり方だ。それなのに夫は一切髪型の変化に気づかなかったのだ。いっそのこと坊主にでもしてやろうかと思ったほどだ。私は夫に対して幻滅し、とりあえずは子育てに集中することにした。最初の方は息子はとてもいい子に育っていた。素直で言うことをちゃんと聞くし、私のことを好いてくれていた。だが息子が中学生になった頃、息子は反抗期を迎えて、あまり私の言うことを聞かなくなった。そしてそういう時は、悪い方に影響を受けてしまいがちだ。息子は私が夫と口喧嘩をしているのを、たまに聞いていたのだろう。私がある日息子を叱った時に、夫のような面倒な話し方をしてきたのだ。ちゃんと勉強をしないと、損するのはあなたなのよ。どう損するのか教えてくれる？一般的にそう言われてるからって、何でもかんでもそう言えば言うことを聞くとか思わないでほしいんだけど。そもそも母さんって、ずっと家にいるし、楽してる人に説教とかされたくないんだけど。マサト、何なのよその言い方は。言い方は別に普通でしょ。親に口答えをしないの？口答えじゃなくて意見だから、そこ履き違えないでほしいな。もう知らないわ。好きにすればいいじゃない。だったら最初から怒らなければいいのに。効率悪いよ。私はそうやって息子がねちっこく話すところが嫌だった。そういうところは夫にものすごく似ている。そして息子は私のことをかなり舐めていた。私は自分が在宅で働いていることはいつも言っているのだが、それを全く信じようとしないのだ。そうやって嘘をつかなくていいから、
私はいつしか息子に自分を分かってもらうことをやめた。とりあえずはちゃんと社会人になってくれればいい。そう思いながら日々を過ごした。息子は一応は大学まで進学し、ちゃんと正社員として就職して働き始めた。ようやく独り立ちしてくれたと思ったのだが、家にはまだ面倒な存在がもう一人いた。夫は息子よりも面倒くさくて、最初に言ったような夫の細かい要求は相変わらずだった。まあ私も長年一緒に暮らしてきて、夫の扱い方が分かってきたから、今はそこまで辛くはない。でも仕事が忙しくて疲れている時とかに、夫から理不尽な要求が来ると頭に来てしまう時がある。そんな風になんだかんだ長く夫婦生活を続けていた私たち。もう年齢も年齢だし、この年で独り身でいるのは寂しいだろうなと思ったので、私は離婚までは考えていなかった。それから息子が社会人になって数年が経った。息子は定期的に帰省してきたが、夫のように小言がうるさくて、小獣とかと突っ込みたくなるほどだった。むしろ実際には小獣との方が優しいくらいだ。そんな中、ある日息子が帰ってきた時に、紹介したい人がいると言ってきた。実は結婚することになったんだ。私はとてもびっくりしてしまった。まだ息子は28歳だった。だから結婚はもうちょっと先だと思っていた。それに言っては悪いが、息子の性格上、結婚するのは難しいかなとも思っていた。あんな風に理屈をこねて責められたら、女性は愚か、男性だって嫌だろう。だから息子が結婚すると聞いて、心底驚いた。今度婚約者の女性を連れてくるから、会ってくれるかな。ええ、もちろんよ。そして後日、私と夫は息子が連れてきた婚約者と会った。婚約者のゆかさんは、見た目は普通の雰囲気の女性だった。息子とは合コンで知り合ったらしい。彼女も会社員として働いていて、ちゃんと自立しているそうだ。私は息子にまともそうな女性が嫁に来てくれて安心した。それから両家の顔合わせも済ませて、息子とゆかさんは結婚をした。私は二人が幸せな結婚生活を送れることを願いながら、結婚式のことを思い出して、感慨深くなっていた。するといきなりインターホンが鳴り、私が出ると、息子夫婦がやってきたのだ。え、二人ともどうしたの？なんだよ、母さん。聞いてないのか。今日引っ越しの日だよ。引っ越し。私が何のことか分からずに固まっていると、後ろから夫がやってきた。おう、来たか。どんどん荷物を運んでいけよ。お父さん、これからよろしくお願いします。夫に招かれて、息子夫婦は大きな荷物を家の中に運んでいった。私はすぐに夫にどういうことか聞いた。すると驚きの答えが返ってきたのだ。これからマサトたちと同居するんだよ。はあ、そんなこと私聞いてないわよ。言ってなかったか。まあいいだろ別に。お前だって息子夫婦と同居できるなら嬉しいだろ。娘も欲しいなんてことも昔言ってたじゃないか。そんな、いくらなんでも勝手に同居を決めてしまうのはありえない。だがすでに息子夫婦はそれぞれが住んでいる部屋を解約していたようで、私に拒否権はなかった。まさかいきなり同居生活が始まってしまうなんて。そもそも嫁であるゆかさんは嫌ではないのだろうか。ゆかさん、マサトに無理やり同居を迫られたわけではないの？もしそうだったら、無理して同居なんてしなくていいのよ。そんなことないですよ。私はマサトさんの提案に乗っただけですから。だからこれからよろしくお願いします。はあ。私はいまいち理解できなかった。それとも今時の子はこういうものなのだろうか。新婚なら、
やっぱり夫婦だけで過ごしたくならないのだろうか。それから私は納得がいかないながらも、仕方なく同居生活を過ごした。とりあえず自分のテリトリーが守られていればそれでいい。そう思っていたのだが、同居人が増えると、そうも言ってはいられなかった。あら、誰かお風呂に入ってるのね。私が入ろうとすると、ゆかさんが先に入っていた。しかもゆかさんはかなりの長風呂で、全然出てこなかった。結局、私が入れたのはかなり遅い時間だった。そして息子夫婦はかなり夜更かしをするタイプだった。だから夜中の2時でもリビングにいて、録画した映画とか、テレビ番組とかを見ている。私としては電気代ももったいないし、それにうるさくて寝れないから、早く寝てほしいと思うのだが、最初は仕方ないかと注意せずにいた。それでも私も不満が募り、全然快適に過ごせなくなっていたので、私はある日、息子夫婦と話すことにした。同居するのは構わないんだけど、もう少し一緒に住んでいる人のことも考えて暮らしてもらえないかしら。私はそう言って、お風呂のことや夜更かしのことを注意した。すると息子夫婦は目を見開いて驚いていた。そして息子は、どうして母さんにそんなことを注意されなきゃいけないんだよ、と言った。え？母さんは専業主婦だろ。毎日一生懸命に働いている俺らに何か言える立場じゃないだろう。息子の発言に私は心の中でため息をつく。まだこの子は私が働いていることを分かっていないのか。そしてゆかさんも息子からそのように聞かされているのか、反抗的な態度をとってきた。養ってもらっているのに、そうやって文句を言ってくるなんてズーズーしすぎますよ。やっぱりいい暮らしをさせてもらってると調子に乗るのかしらね。はあ。私は彼女の言い方にものすごく腹が立った。だがこの二人には何を言っても無駄な気がした。それなら私も好き勝手にやらせてもらおう。そう思い、私は自分の仕事を最優先にすることにした。ちょっとお母さん、まだ晩ご飯できていないんですか？ああ、忙しかったからね。これから作ろうかと思ってたところだよ。あまりにもお腹が空いてるなら、自分で用意してね。ああ、本当にありえない。専業主婦失格ね。ゆかさんはそう言って、スマホを取り出して電話をし始めた。どうやら出前を頼むらしい。お母さんの分はないですからね。ちゃんと専業主婦として家事をしてください。どこまで生意気な嫁なのだろうか。きっと息子からどれだけきつく言ってもいいと言われているのだろう。そして息子も夫も彼女側についていた。普通は飯を用意しておくものだろう。母さんだらしなさすぎるよ。3対1の状況に私は戦うことすらめんどくさくなった。だから私は自分でうどんを茹でて、一人で食べ、そしてすぐに自分の部屋に戻った。私以外の三人は、届いた出前とビールで、楽しそうに食事をしている。そして時折私の悪口が聞こえてきた。それを酒の肴にしているのだろう。ルイは友を呼ぶとはよく言ったもので、夫と息子と同じように、嫁もひどい性格をしているようだ。だが私はあまり気にしていなかった。私は自分の部屋にいる時間が増えたので、どんどん仕事を進めていった。そのおかげで、どんどん収入が上がっていったのだ。そんな中、ある日いきなり、ゆかさんが強く私の部屋をノックしてきた。ちょっと、どうしていつもそうやって遊んでるんですか？え、いきなりどうしたの？もううんざりなんですよ。ちょっとゆかさん、落ち着いてちょうだい。落ち着いてられないですよ。なんで今日も晩ご飯がまだできてないんですか？こんなにもサボりまくる主婦なんて聞いたことないわ。本当に使えない人ね。
使えないという言葉に私はイラッときてしまった。だが相当頭にきているのか、彼女は止まらなかった。家事もできないお母さんは嫌いよ。早くこの家から出ていけ。そう言ってゆかさんは私を追い出そうとした。確かにこんな状況なら、そろそろ引っ越した方がいいかもしれない。きっとこのまま会話をしても無駄だろう。わかったわ。私が承諾すると、彼女は勝ち誇ったような顔をした。すぐに出て行ってくださいね。ええ。でもこの家の名義は私だから、誰かに名義変更をしないとね。じゃあ私に変えていいですから。私はちゃんと会社員をしてるんですから、問題ないでしょう。そう。じゃあそうしましょう。私はすぐに名義変更をした。実はこの家は、私の兄の持ち家だった。兄が父から引き継いだ家で、私は遺留分さえも放棄させられていたのだが、兄は私のことをとても大事にしてくれていたので、自分が引き継いだ家を、私に格安の家賃で貸し出してくれていたのだ。だが私がいなくなるのなら、家賃は通常の価格になる。それをゆかさんはきっと知らないまま、私を追い出せることだけを喜んで手続きをしたのだろう。まあ私が親切に教える必要はないが。そして私はそのまますぐに荷物をまとめて出て行った。夫と息子は私が出て行くと聞いて、あ、そう、いいんじゃない、と言っていた。ここまで大事にされていないと、逆に笑えてくる。彼らは私がどれだけ生活を支えていたのか、理解できていないのだ。私が夫に離婚届を渡すと、夫は、まあお前なんかいなくても問題ないからな、と言ってサインをした。財産分与はなしでいいわね。当然だ。お前に俺の財産をあげるわけないだろ。これで私は心置きなく彼らと縁を切ることができた。私はすぐに部屋を借りて引っ越しを済ませた。それから1ヶ月ほどが経った。私が新しい部屋でゆったりと過ごしていると、ゆかさんから電話がかかってきた。お母さん、どうして何も教えてくれなかったんですか。え、何のことかしら。家賃が毎月50万もかかってるって聞いてないですよ。ああ、そうだっけ。まあ通常の価格ならそうでしょうね。でもあなたたち3人とも働いてるからギリギリ払えるんじゃない。まあ夫も息子も手取りがかなり低いけど。え、どういうことですか。夫も息子も手取りで言うと20万前後くらいよ。私が在宅ワークで月100万稼いでいるから、その家に暮らせていたのよ。あの家の家賃は私の兄の持ち家で、私が住んでいる場合は月30万で借りられていたのよ。え、そう。それでも月30万。あなたたちはみんな私のことをバカにしていたけど、みんな私に支えられていたのよ。まあもう赤の他人だから関係ないけど。そんな。お母さん、助けてくださいよ。私はもうあなたのお母さんじゃないわ。ましてやあの人の妻でもないしね。息子とは血はつながっているけど、縁を切ってるから。あとは自分たちでどうにかしてちょうだい。まあ兄は家賃を厳しく請求するから、支払いが滞ったら、すぐに退去命令を下すけどね。そんな。じゃあ頑張ってね。私はそう言って電話を切った。そして全員の番号を着信拒否にした。その後、仲のいいご近所さんにこっそり聞いたところ、元夫たちは家賃が支払えず、すぐに退去命令が下されたそうだ。ゆかさんは息子の給料がこんなにも低いことを知らなかったそうで、住んでいる実家が豪邸だから、金を持っていると思い込んでいたそうだ。そのためゆかさんは退去命令が出た時点で、離婚を迫ったらしい。しかしその時と同時期に、
ゆかさんの不倫が発覚。息子は慰謝料を請求し、二人は泥沼の離婚劇を送ることになったらしい。ちなみに元夫は二人を頼ることもできず、現在は安いアパートで一人で暮らしているらしい。だが家事を一切してこなかったので、部屋はゴミ屋敷となり、入居1ヶ月ですぐに退去してほしいとクレームが入ってるそうだ。あの年で金がなければ再婚なんて無理だろうから、ずっと元夫は一人で寂しく過ごすことになるだろう。一方、私は相変わらず仕事は順調で、どんどん資産が溜まっているので、老後は高級な老人ホームで、しっかりとしたサービスを受けつつ、楽しい日々を過ごす予定だ。とりあえず今は、今挑戦できることを片っ端からやって、充実した人生を過ごしていきたいと思う。お前はさ、いつまで俺に食べさせてもらうつもりなの？これからはお前の貯蓄で生活をさせてもらうからな。そう言って、夫は勝手に早期退職をしたことを肯定してきた。もう限界だ。こんな人に私のお金を浪費させたくない。もう離婚しましょう。誰も言わないから言うけど、私がそう言った途端、夫は顔面蒼白になった。お前が、嘘だろ。私の名前は舞、60歳の主婦だ。夫とは結婚してもう40年になる。私は高校を卒業後に銀行員として働き始めたのだが、そこで出会ったのが夫だった。夫は私の2歳上で、大学を卒業した時に私が働いている銀行に就職してきた。そして私たちは同じ部署で距離が縮まり、交際がスタート。それから交際を始めてから3ヶ月後に、プロポーズをされて結婚に至った。結婚を機に私は専業主婦になった。夫に家庭に入って家を守ってほしいと言われたからだ。もう少し働きたいなとも思ったが、それでも専業主婦になったことに後悔はしていない。主婦として私は、いかに節約をして貯金をすることを考えながら生活をしてきた。そのおかげでいろいろなノウハウを実践しながら学ぶことができたし、他にもいろいろと勉強をすることができた。そして家庭に入っていてよかったなと思うことがもう一つある。それは娘のゆかとの時間をたくさん取ることができたからだ。私は娘を産んでからずっと一緒に親子仲良く過ごしてきた。特に幼少期を一緒に過ごせたのは大きいと思う。娘のちょっとした変化や成長を見ることができたからだ。娘はすくすくと成長し、とてもいい子に育ってくれた。何か相談事があれば必ず私を頼ってくれたし、学校での出来事もよく話してくれた。好きな人のこととかも包み隠さず話してくれたし、高校の時にお付き合いしていることかについても話してくれていた。そんな風に娘からの信頼を得られていたことも、家庭に入ったことが大きかったと思う。だが結婚して40年も経つと、いいことばかりではないのも確かだ。悪いことというのは夫との関係だ。夫はもともと亭主関白な気質ではあったのだが、娘が大学進学を機に一人暮らしをするようになってから、さらにそれがひどくなった。おい、コーヒーを入れろ。インスタントじゃなくて、ちゃんと手落としにしろよ。ああ、ごめんなさい。今ちょうどドリップ用のフィルターを切らしてて。なんだと？じゃあ今すぐ買ってこいよ。え？ついでに洋菓子も買ってこい。スーパーの安いやつじゃなくて、ちゃんと洋菓子店で買ってこいよ。俺はこの家を支えている大黒柱なんだから、ちゃんとそれなりの誠意を持って接しろ。夫はそんなことを私に言ってきては、自分のわがままを押し通してきた。娘が一緒に住んでいた頃は、娘が、お父さん理不尽すぎ。お母さんのこともっと大事にしてよ。などと言って私をかばってくれていたから、夫も度を超えてひどい態度を取ってくることはなかった。だが娘が一人暮らしを始めてから、たかが外れたのだろう。私をまるでメイドかのようにこき使ってきた。
専業主婦の私は家にずっといて、夫が仕事から帰ってきたり、土日に一日中一緒にいると、どんどんストレスが溜まっていった。結婚して20年以上が経った頃、私は我慢ができずに離婚をしようと思ったことがある。それで一度意を決して離婚を切り出したことがあるのだ。だが私はその時、結局離婚することができなかった。専業主婦のお前が、これからどうやって生活していくんだ。それにユカの大学の学費はどうするんだよ。あいつはもう成人しているし、養育費も支払う必要ないし、学費だって俺が支払う義務はないだろう。え？お前が娘の学費を支払いながら、自分の生活も自分で責任を持つというなら離婚してもいいぞ。私は夫がそんなことを言って驚いてしまった。私は途端に不安になった。そんなことは絶対にできないし、娘に大学を中退させるわけにもいかない。それで私は離婚を諦めることにしたのだ。お母さん、ごめんなさい。私のせいで我慢をさせることになって。いいのよ。ユカは何も悪くないわ。私が今までこういう時のための準備をしてこなかったのがいけないの。だから私、働くことにしたわ。もちろん家事をしなきゃいけないからパートだけど、できる限りフルタイムに近い時間で働くことにしたの。そうなんだ。でも無理はしないでね。うん、ありがとう。そして私は銀行の窓口で働くようになった。9時から16時の時間で週5の勤務だ。その時間帯なら問題なく家事と両立することもできる。夫は反対していたが、私はそこだけは自分を頑張って通した。社会に出て再び働き出したことは、私にとってかなりプラスになった。まず金銭的に余裕ができるようになったし、夫以外の人とコミュニケーションを取る機会が増えたことで、精神的にも落ち着くようになった。私はだいたい月に12万ほど手取りで稼いでいたのだが、食費の足しに2万を家に入れて、2万ほどを自分の小遣いにして、残りの8万は貯金をすることに。夫からは化粧気がないことや、新しい服を買わないことを揶揄されていたが、私は気にせずに貯金に専念した。いつか夫の元を離れて自立する。そう心に決めると、不思議と頑張れた。そして娘も定期的に実家に帰ってきてくれて、私のことを気遣ってくれた。そのおかげで、昔よりも精神的にだいぶ楽に生活をすることができたのだ。それから娘は大学を卒業して就職。会社員として一生懸命に働き始めた。娘のスーツ姿を見ると、この子も大人になったなと感慨深くなる。娘は社会人としてどんどん立派になっていき、会社員になって数年後には昇進もした。仕事に打ち込んでいる姿を見て、私も刺激を受けていた。その間も夫は相変わらずで、私を人格否定してきたり、また金遣いも荒くなった。しかも厄介なことに、お酒をたくさん飲むようになったのだ。おい、酒がないぞ。ちょっとあなた、飲みすぎよ。それ以上は健康に悪いわ。うるさいな。俺の金で何を買おうが問題ないだろ。いいから酒を買ってこい。夫の飲酒量は年々増えていった。それは正直言って病的な量だった。今まではそこまで食費はかかっていなかったのだが、夫の酒を飲む量がものすごく増えたので、食費がかなり高くなってしまった。私はできる限り料理で工夫をして何とかしのいでいたが、それでもかなり家計を圧迫してきて大変だった。それでも私の貯金の額は減らさない。そう心に決めて必死で貯金をした。そんなこんなで毎年毎年頑張ってきた。気づけばパートで働き始めてから、だいたい18年近くが経っていた。それはつまり、夫との結婚生活もほとんど40年近く経っていることになる。そんな中、夫がいきなりとんでもないことを言い出した。俺、会社辞めたから。え？どういうこと？だから早期退職をしたってことだよ。
どうしてよ。なんで早期退職を。夫はまだ62歳だ。定年を迎えるまでにはあと3年もある。こんなにも早く夫が家にずっといることになるなんて耐えられない。私が驚いていると、夫は不機嫌になった。なんだよ、嫌だって言うのか。別にそんなことは言っていないじゃない。お前の顔に出てるんだよ。夫はイライラした様子で私に食ってかかってきた。お前はさ、いつまで俺に食べさせてもらうつもりなの？え？俺の稼ぎで今まで生活してきたんだから、今度は俺の番だろ。お前がパートで稼いだお金で、それなりに貯め込んでるのは知ってるんだよ。これからはお前の貯蓄で生活をさせてもらうからな。そう言って、夫は勝手に早期退職をしたことを肯定してきた。もう限界だ。こんな人に私のお金を浪費させたくない。もう離婚しましょう。は？離婚？あなたとはもうやっていけないわ。またこんな生活は耐えられないって悲劇のヒロイン気取ってるのかよ。お前かなり昔にも離婚を要求してきたよな。だけどその時は離婚後の生活ができないからって諦めたじゃねえか。それは今も変わらないだろう。今離婚したところでお前には老後のための資金はないんだぜ。だったらおとなしく俺と暮らして家事を全部やる生活をした方が安泰だろう。お前は一生俺の奴隷なんだよ。最低だ。夫は死ぬまで私をこき使う気なんだ。絶対にこんな男から離れてやる。私は深呼吸をして覚悟を決めた。そして引き出しから離婚届を取り出して夫に突きつけた。私の気持ちは変わらないわ。離婚してちょうだい。私の決意がそこまで固いことに夫は驚き、少したじろいでいた。本気なのか。俺と離婚したらお前は今よりだいぶ貧しい生活になるんだぞ。そんなことにはならないわ。え？誰も言わないから言うけど、私には株の運用で得た資産が数千万ほどあるもの。私がそう言った途端、夫は顔面蒼白になった。お前が？嘘だろ。株の運用だと？嘘じゃないわ。私は自分の通帳の残高を見せてやった。そんな、本当に数千万ある。夫は私が夫よりも、はるかに多く資産を持っていることに絶句していた。私はあなたと別れても困ることはないの。逆にあなたは私がいないと、家事をする人がいないから困るんじゃない？ぐっ、じゃあ離婚はしない。お前は俺と一生夫婦でいるんだ。やはりそう来るか。だが私はしっかりと対策を取っていた。残念ながら、離婚は絶対にするから諦めてちょうだい。私は今まであなたにひどい目に遭わされたり、散々言われた暴言の数々を録音や日記に残しているの。そしてそれをすべて弁護士に渡しているわ。弁護士の先生曰く、モラハラが理由として離婚できるし、慰謝料ももらえるって言ってたわ。はあ？慰謝料？ちょっと待てよ。ふざけんなよ。慰謝料なんて俺は支払わねえぞ。あなたには拒否権はないの。ジタバタしていくら騒ごうが、離婚も慰謝料も絶対だから。うるさい。俺の奴隷のくせに主人に逆らうんじゃねえ。夫はそうやって怒鳴り散らしていたが、私は気にせず荷物をまとめ始めた。とにかく私はここから出ていくわ。離婚については弁護士を交えて話し合いましょう。夫はわなわなと震えながらも、これ以上自分が不利になることはできないため、その場から動けずにただ私を睨みつけていた。そして私は荷物を持ってすぐに娘の家へ。娘は一度結婚したが、相手の不倫で離婚し、現在はシングルマザーとして働きながら可愛い男の子を育てていた。バリバリのキャリアウーマンで娘はかなり稼いでいるので、部屋も広くて数も多く、私が移り住んでも全然問題がない状態だった。離婚をしようと思っていたことは前々から娘には話していて、いろいろと協力してくれていたのだ。
株の運用の仕方も娘から約10年ほど前に教えてもらった。娘がいなかったら、私はここまでの資産を手にすることはできなかっただろう。それから1週間ほどが経ち、私は弁護士と一緒に夫と離婚と慰謝料について話すことに。夫と一緒に住んだ家の近くにあるファミレスで話し合いを進めた。夫は離婚にはすんなりと応じた。なぜか笑みさえあふれている。気持ち悪いと思いながらも離婚を承諾して、離婚届にもサインをしてくれてほっとした。これでこの男と縁が切れる。だが夫は勝ち誇ったような顔でこんなことを言ってきた。慰謝料についても支払ってやるよ。だけど夫婦として財産分与はしなきゃいけないから、俺にはお前が貯めた数千万の半分をもらう権利がある。俺を出し抜いたつもりだったんだろうが残念だったな。お前がせっせと貯めたお金は半分は俺のものなんだよ。そう言って高笑いをする夫。私はつい吹き出してしまった。なんだよ、何を笑ってるんだよ。大金を一気に失うから頭おかしくなったのか。夫は動揺しながらそう聞いてきた。違うわよ、20年ほど前のことだから。あなた忘れてしまっていたのね。昔私が離婚を切り出した時のことを覚えていないの？なんだよ。また離婚を言い出してきた場合には財産分与は一切なしだって約束をしたことよ。私たちは公正証書まで用意して、離婚をする際にはお互いの財産分与の請求権はしないってちゃんと記載したのよ。これがある限り私は自分が貯めたお金を離婚の際にあなたに渡さなくていいの。そんな。夫は一気に顔面蒼白になった。まあその代わり私もあなたの退職金の半分をもらうことはできないけど、だけど財産分与をしていた場合、明らかに私の方が損をしていたから、この証書があってよかったわ。そして離婚届にもサインをしてくれてありがとう。これで晴れて私たちは赤の他人ね。あとは私のことなんて忘れて自由に生きてちょうだい。ああ、これから困るのはあなたの方だから、私がここのコーヒー代を支払っておくわ。どうぞごゆっくり。そう言って私は弁護士の方と一緒に放心状態になっている夫を置いてファミレスに出た。ファミレスから出た瞬間、これで全てが終わったのだと、とてもすがすがしい気持ちになった。家に帰ると娘から、お疲れ様とねぎらいの言葉をもらった。これでお母さんは自由だね。お祝いにお寿司でも食べに行こうか。いいわね。私は娘と孫と3人でお寿司を食べに行き、祝杯をあげた。その後、私は変わらずパートとして銀行の窓口で働きながら株の資産運用も続けている。これなら老後の心配は全く心配することなく、娘や孫にも資産を残せそうだ。ちなみに元夫についてだが、元夫の親戚から聞いた話だと、お酒への依存がどんどんひどくなり、毎日のように大量のお酒を飲んで体を壊してしまったらしい。今は入院生活を余儀なくされ、そのための治療費や入院費でお金が飛ぶように消えているんだとか。もともと貯金をしてこなかった元夫には退職金しかないのだが、その退職金もどんどん減っていくので、とてもじゃないが老後の生活を補えるほどの額じゃなくなってきているらしい。まあ私にはもう関係のないことだし、自業自得だ。私は元夫を反面教師としつつ、堅実に生きながら娘と孫と幸せな時間を過ごしていこうと思う。